どうもということでね、キャンプをするために、徐々にね、キャンプグッズを、取り届いている今日この頃のまさがみでございますということで、今回はなんと届きました、こちらの方はね、自分で買いました。最近プレゼントが多いんでね自分で買いました。こちら、ですね、ここに書いてるようにね、キャンピングムーンのフィードラック2つ、フィードプレート1つバッグで、9440円だったんですけども、こちらの方ですね。はい、ということでね。はい、こんな感じです。ねえ、はい、ということでね。開けてみたいと思います。これね、またね、いいカバンに。この間ね、グレーのカバンが入っ、ね、買ったじゃないですか。で、今回はね、なんとね、こう、迷彩柄みたいなね。こんな感じ入ってます。こんな感じ。こんな感じで。こんな薄いんですよね。これもね、おそらくね、こう4センチぐらいですよね。ちょっとスケールがあるんで測ってみますね。ということで、こちらの方はね、約ね、スケールで、マイク、45ミリ。で、幅がですね、この幅がね、61センチ。で、高さがね、38センチですね。はい、ということで、開けてみたいと思います。ベベーン。ねえ、これね、来るの楽しみしてたんですよ。はい、ということで。ほっ、うん、重い、鉄は重い。来ましたー。はい、ということで、こちらですね。なんと、竹でできてますね。ということで、フィールドプレートですね。こういう感じでございます。はい。で、幅がですね、なんとですね、約 58.8 ミリ。奥行きがね、33.8 ミリ。で、厚みがね、12ミリ、ですね。はい。こういう、でしょ、これ。竹製です。竹製。で、なんとこれですね。またこれがね、まあ同じのが2つ入ってるんで、1つちょっと開けてみますね。プチプチから出しますとですね。この後、見てください。鉄でございます。はい、鉄です。鉄でできてるね。厚で。まあ、ここに、こんな感じで。これね、ちょっと取り扱い気をつけなきゃいけないのは、これブラブラするんですよね。ブラブラして、ここにね、かけなきゃいけないんですけど、かなり力がいる。かなり力がいる上に、指を詰めたりするんで、素人の方は気をつけてください。僕も素人で。あ、これ、やばい。親指痛い。ふんちょっと本気出します。これ力技ですね、完全に。あ、指を詰めそうになりますね、これね。うん、ちょっと気をつけてください。こういう感じですね。はい。これもちょっと、寸法測ってみますね。こちらのね、幅がですね、60センチ。奥行きが35センチ。高さが、23.5センチ、そういう感じね。またこれと同じものはね、もう一個入ってます。はい、これね、こう感じで。これのすごいところはですね、重ねることができるんですよね。でね、これ気をつけなきゃいけないのは、このフィールドムーン、キャンピングムーンっていうメーカーさんはね、これがね、固定されてないんですよ。ブラブラするんでね、これだけちょっとね、危ないかなと思いますね。気をつけてくださいね。で、あとはね、これね、本当、指詰めそうになるんで、ちょっと、女の方はきついかな？どうなんだろう。ダーリンにやってもらってください。お。よし。こんな感じですね。結構手、しかもね、こうやってね、こうやって、重ねておくことができるというね、こういう商品でございます。あとですね、まあ、これがちょうどね、入ってきますね。あと、このカバン。ね。以上、この、天板だけでもね、やっぱりね、3000円から4000円しますよ、これ。はい。で、これもね、やっぱりね、3000円から4000円しますよね、多分ね。うん、まだ、ちょっと、一つ一つのなんかわかんないですけども。で、これが2つついて、これ。しかも、このカバンも結構ね、やっぱ、2、3000円するような商品だと思うんでね。これ、4点セットで、9440円。めっちゃ安いと思います。あれね、これは本当にね、うん、これがもうこの中一つに入るんでね、とても便利だと思いま
そこをなんかクーラーをやっぱり、ね、あのキャンプ場行ったらクーラーをね地べたに置いたりあまりしたくないじゃないですか、やっぱ地べたにね。でそういうのにちょっとこういう風にしたりね、まあ、こういう風にしてね、こうやってこういう風にテーブルみたいになったりなんかしてね、でこうやって分けてもいいですし、まあ、横並べにしてこういう風にすることによってね、かなり大きなテーブルになりますよね。で熱いものも置けるね、こうちょっと倒れやすいやつも置ける、こっちにも置けるみたいな感じで、結構ね、これ汎用性が効きます。で、この中でこれもう一個欲しいな。もう一個買おうかな。これいいわ。うん。試しにどうかなと思ったんですけど、この状態でね、キャンプ場だけ買っていたらそうでもなくてですね、まあこういう状態でどうなるかと言いますと、今まで買ってきた商品あるじゃないですか。僕が今集めてる最中の商品ね。例えばですね、僕のね、この、いつも入ってる、その、いろんなものを入れてる、その、キッチン商品、キッチン製品をね、ここにドーンと置いてみたり、ね、あとはですね、こちらの方のですね、椅子ですね、先日いただいた、このね、ヒルストーンのやつをね、こうやって入れてみたりね、二つ。そうですね、これもね、テーブルもこうやって入れてみたりして、結構収納に便利ですよね。はい。で、あとですね、この間買った、あれですね、100円ショップで買ってきたやつをここに置いてみたりね。はい。あと、ここのコンロありますよね、コンロセット。バーベキュー、なんだ、焚き火台もこういう風にして、下にこうしてね。はい。直すことができます。で、これもね、こういう風に感じたら、まあ、ここにね、やっぱりね、バット置けるような感じになります。はい。すごくね、ラックとしても使えるんで、ちょっと部屋の片隅にこれ置こうかなと思ってます。ちょうど、このコーナー今ね、床にダダーっとこうキャンプ場に並べてるような状態なんで、これちょっとまとめていこうかなと思って、これもう1セット買ったら、こう、全部こう収まるんじゃないかって感じですね。キャンプ商品が。これ結構ね、いいもんですね。はい。まあ、一回外で使うとなかなか中に入れにくいんですけども。まあ、キャンプに出るまでここにこうやって保存することができるかなって感じですよね。こういう商品でございます。いかがでしょうか皆さんね。これ、いや、いいと思います。9,444円でここまでついてる商品っていうのはね、他に見たことがないので、もし、今から始めたいなと思う人は、これも結構ね、一つの、ですね、候補に入れていただいたらいいかなと思います。ね、結構ね、こうやって入れていけるとね、結構ね、収納便利ですね。床に結構ダラダラと今置いてる状態なんですよね。こういうのがね、置いていけるっていうのはすごくね、便利だと思います。キャンピングムーンのね、フィールドなんとかセットなんですけど、こういうのがね、ついてですね。ほんとね、めっちゃいいと思います。しかも、カバンまでついてるというね、こういうもんでございます。ね、これカバンもついてるんでね、皆さんどうでしょうか。4点セットで9,440円ね。これ、2セットでも2万円近くしますけども、もう送料、消費税込み込みの値段なんで、すごくお得だと思うんで、まあ、もうググってください。リンク貼れないんでごめんなさい。そういうリンク貼る技術もつけないといけないかな。まあこんな感じでね。それまあこんな感じにも収まっていくんでね。いいと思います。このキャンピングムーンっていうメーカーでございますね。これです。でまあね、いらないときはこの中にぶっ込んでね、こう積み重ねることもできますし、まあこの箱大体ね、箱をかさばるんでね、自分すぐ捨ててしまうんですけども、これは置いててもいいかなっていうような感じの箱ですね。うん、じゃあちゃんとこういう説明書もついてますしね。こういうね、これが入ってた、このプチプチもあるんでね。これも入れたらちょっとね、まあ、ガタガタしないんで、車に乗っけるときはこれが必要になってくるのかなと思いますけれども、今回ね、どうでしょうか。いい商品だと思います。これでも鉄ですね。鉄で、黒く塗ってまして、結構ね、頑丈ですね。頑丈です。きっちりこうスタッキングできますし、うん。これね、あともう一セットお小遣いが許されるのであれば、奥様どうでしょうか。私の奥様大丈夫ですかかって。
ていう感じですね。いかがだったでしょうかということで、キャンピングムーンのね、フィールドラックとフィールドプレート、そしてね、その収納バッグのセットの紹介になりました。それでは皆さんごきげんよう。また会う日まで、会える時まで、まさかみりほでした。